オスカル・モンテリウス形式学的研究法とは、考古学における研究法の一つであり、考古資料特に異物の形態、材料、技法、装飾などの所得徴によって分類された形式を、年代的な変遷をたどり、地域的な相互比較を行って、その異物の時間的ないし分布上の位置関係、さらに形式相互の関係性を明らかにしていく研究の方法であり、 単に形式学とも言われる。この方法は、19世紀後半に、スウェーデンの考古学者、オスカル・モンテリウスらによって、北欧の青銅器文化の研究などをもとに、提唱された後、急速に世界的に普及していったが、これについて、スウェーデンの考古学者、ニルス・オーベリは、戦士考古学は、この研究法の確立によって、初めて科学になったとの評価を下している。 発掘調査などによって生ずる遺物や遺構、遺跡を主要な研究対象とする考古学においては、考古資料を分類し、それらに時間的、空間的に正確な秩序を与えることが研究の基本的な手立てとなる。検出される考古資料は膨大な数量に及ぶが、個々の資料には相互に同質的な部分と異質の要素があり、それを探り出し、検討を加えることによって、 これらの人工物を作り、それを残した人間活動のありようと、その時間的、空間的な広がりを推し量る必要がある。それゆえ、様々な人工物を時間的、空間的に位置づけ、その資料化を図る形式学的研究法は、考古学における基本的な方法論の一つとして重要である。この方法は、19世紀中央にイギリスの生物学者、 チャールズ・ダーウィンが唱えた進化論から強い影響を受けて生まれた。英国考古学の先駆けとなったジョン・エヴァンスや EN 陸軍大将は人類の文化もまた動物や植物の種と同様進化を遂げていると考え、異物の形態的進化の図式を考えた。異物の時間的な戦後関係や相対年代判定のための方法としての形式学的研究法は スウェーデンの考古学者、オスカル・モンテリウスとその同僚、ハンス・ヒルデ・ブラントによって、1870年代に相次いで発表された。それにしても、人は物を作るときに進化の法則に置かれ、その法則に支配されるがままになっていることは、驚くべきことである。思うが、ままの形を作ることができないほど、人間の自由は制限されているのだろうか。モンテリウスは、 このように述べて、人間は何の制約もなく、勝手気ままにものを作り出すことは不可能であり、その作品は制作者の置かれている技術的、社会的諸条件から何らかの制約を受け、一定の発展の法則に従って変化するという認識を示した。図 A、チェスケーブジェオビツエとリンツを結ぶ馬車鉄道の一等客車初期の蒸気機関による鉄道客車によく似ている。 1863年に、ストックホルムのスウェーデン国立歴史博物館に職を得たモンテリウスは、ヨーロッパ各地の博物館の収集品を見て回るうち、遺物の形態差や装飾の違い、そしてまた、それらが生物が進化するように、時系列に沿って変化していることに気づいた。いわば、人工物がまるで生物の種のように進化していることを発見したのである。そして、 ヨーロッパの考古学会が従来重大な関心を払ってきた人類学の領域あるいは旧石器時代に対してよりも新石器時代以降に関心を向けつつあったとき言い換えればその関心が進化論的な図式よりも各国の国民史に移ろうとしたときに異物の形態進化に目を向け考古学における形式学的研究法の採用を方向づけたのであるズビー リオンとサンテティエンヌガンの蒸気鉄道場を二つは鉄道馬車、下が蒸気機関車。蒸気鉄道の時代になっても、客車は一両の上に個室が三室設けられ、屋根には荷物台があり、二等客車では屋根に人も乗っている。モンテリウスは産業革命を経て技術革新の著しい19世紀後半のヨーロッパにあっても、 上述の諸条件からの制約が確認できるとして、鉄道客車の形態の例を挙げている。1825年に開業した蒸気機関による世界最初の公共鉄道である、ストックトンダーリントン鉄道で用いられた客車は、屋根には荷物台が、車両の前後には、魚車と従車の乗る台があり、中央側面にドアがついて、窓は車体の輪郭と、 パラレルな曲線を持つなど、鉄道客車に先行する駅場所のスタイルに極めてよく似た形態を持っていた。蒸気機関車は従来の輸送機関に比較してはるかに高速で、大量の移動が可能なため、極めて早い段階において、一つの台車の上に複数の個室を乗せた客車が登場するが、それでも、その初期においては、客車道部が膨らむ傾向が見られ、屋根の上に貨物台が残るなど、 前代の馬車鉄道の所要素を引き継いでいる。つまり、鉄道車両といった近代産業の産物でさえ、意外にも過去の規制が強く働いていることが認められるのである。モンテリウスは、いわば進化論における生物の痕跡期間に相当するものが技術史においても確認できるとして、技術が未開発で選択の範囲の少なかった時代にあっては一層。 前代からの影響が強く残ったであろうと考え、年代変化の系統的把握の可能性を唱えたのだった。青銅期時代の北欧の留め針モンテリウスの変年によれば、スリー期に属する留め針である。モンテリウスは、系統的な変化の法則を、考古資料の入念な観察を通じて、具体的な形で示し、遺物を年代順あるいは、 発展順に並べる方法を完成した。すなわち、北ヨーロッパの青銅器文化における止め針の事例を、はじめとして、ヨーロッパからオリエントにおける各種の異物について、その形態、装飾、製作技術などを比較検討し、その変化をたどることによって、多くの異物の系譜を明らかにしていった。例えば止め針は、 本来は全く用途の異なる針金具と弓型金具とを組み合わせたものとして、青銅器時代に出現した。それが新しく、止め針としての役割を与えられると、その用途に即した形で、形態変化が生じていくと考えられる。つまり、その用途、役割にとって、直接必要でない要素は徐々に消失していき、継続して使用されるうち、ただ単に、止めるという用途から、 見せるという用途の発生により装飾化が進むなどの形態変化が生じたと考えられるのである。モンテリウスはこうして北欧の止めバリ変年を四期に分けた。また、このようにして明らかにしていった異物の系譜を形式の組列と称した。ただし、モンテリウスにとってこの形式の組列の編成はあくまでも仮説の提示作業だったのであり、彼は同時に それを別の方法で検証する必要があるとも述べている。モンテリウスはまた、異物の形態変化ばかりではなく、各段階において決まった異物の組み合わせがあるとし、これを一括異物と称した。そして、形式の組列という作業仮説の検証にとって、重視すべきなのは、一括異物の検討、すなわち、そこにある二つ以上の異物がどのように共存しているかの検討だと唱えた。 例えば、オの AE と、県営会について、その湿度状況を調べ、共犯関係を検討した結果、以下のような、形式の組列が編まれたとする。形式の組列が出会ったり、出会ったりした場合は、組列相互に平行関係が認められることから、これらの形式の組列は正しいことになるが、のような逆転した、共存関係が認められる場合には、 形式の組列の正しさは検証されないこととなり、再検討に付される必要がある。形式の組列のもう一つの検証方法として、モンテリウスが掲げたのは、地質学を応用した遺跡におけるの相違の確認である。遺跡における上下の層の時間的な体積の順序を明瞭に認識し、形式の組列が相違的な上下の順序で確認されれば、 その仮説の正しさが検証されたことになる。モンテリウスはこのように形式の組列を形式の痕跡期間の確認一括遺物の検討遺跡における相違の確認という3方法で検証することによって各地域のそれぞれの考古資料の時間的順序に秩序を与え相対年代の確立を図った。そして実際にこの手法を厳密に適用することによって デンマークのクリスチャン・トムセンの三次大区分法におけるような大きな時間幅ではなく、より細かな時間単位に異物を区分できることに思い至った。彼は1880年代には精力的な異物観察と出土状況に関する厳格な検討によってヨーロッパの青銅器時代を6期に、続いて新石器時代を4期に、鉄器時代を10期にそれぞれ細分している。 モンテリウスの研究方法は、モンテリウス考古学と称され、考古学研究に科学的基礎を与える画期的なものとなった。これによって、現代につながる考古学独自の方法論的基礎が確立し、その一方で、初めて文献史学との方法論的区分が可能となり、独立した学問領域を持つことができるようになった。モンテリウス考古学の影響は、 時代と地域を超えて極めて大きく、1903年にはその方法がモンテリウス自身によってオリエントとヨーロッパにおける古代文明期の第一巻研究法としてまとめられた。同書は1932年、浜田工作の翻訳によって考古学研究法として紹介され、以後、形式学的研究法が 体系的に導入されて、日本考古学研究の基礎的方法論の一つとなった。弥生土器や縄文土器の変年研究は、その最も顕著な成果として知られるが、特に校舎においては、総医学的研究法が多く援用されている。山内起用によって体系が整備された、縄文土器の形式変年は、世界の戦死土器研究における、極めて精緻な一例と言えるものである。 なお、藤本強氏は、モンテリウスの形式学は、時代の伝播主義的傾向の一つの原点になった、ことを指摘しており、その意味では、進化論に着想を得ながら、進化論批判の立場を準備する、方法論であったと言える。人間が、物を作るという営みは、自身の帰属する社会からの要求に基づいているため、人工もはその社会において容認された、一定の共通性を有しており、 それは、ある一定の方向性をもって変化するというのが、古典的な形式学的研究法の前提となる。つまり、同時代の同集団に属する人間が作ったものは、多少の変異を伴いながらも、それぞれ互いに似た形態をしていると考えるのであり、よって、適当な基準を選びながら、異物や異構の分類を積み重ねていくと、最終的には、 同時代の同集団で作られた形を同じくものの一群を宝区別することができる。この一群のものから抽象されるところの特徴が形式である。あるいは形式はそうした特徴。形式学的研究法は、まず第一に資料を丹念に観察し、その特徴を読み取ることから始まる。その特徴は分類要素としても用いることが可能である。 複数の資料を観察し、共通する特徴、互いに異質な特徴を見つけ出し、いくつかの分類要素を組み合わせることで分類を作っていく。要素の組み合わせは、研究者が重要だと考える要素を軸にして行うが、この時何を重要とするのかについては、何を目的にした。要素の組み合わせによりできた分類、統合の単位が形式であり、 どのような規範によって道具が制作されたのかを説明するための分類では、生産の規範を反映したものが形式となり、資料同士の同質性や共通性が確認されれば、同じ規範で制作されたものと考えられる。ただし、他人の空にということもあるので注意が必要である。また、制作の規範が携帯よりも機能に関わる箇所に、 適用される場合があるので、これにも留意しなければならない。第二に設定した形式相互の関係性を検討し、同系統と考えられる形式について、年代の戦後関係をなすように並べていかなくてはならない。戦後関係は特徴の出現と消滅、簡略化などを根拠にして構成していく。戦後関係に沿って並べられた形式群が上述した組列である。 形式の組列すなわち、形式相互の関係性を除述することで、ものの形態等の変遷を説明することができる。最後には、多様な体積度のそれぞれについて、その諸性質を見分け、それによって認識できる地層や共犯して出土した他の資料を用いて、設定した形式の組列の正しさを検証する必要がある。地層は特殊な状況を除いて、 地層類重の法則が適用でき、湿度相違から戦後関係が判定できる。組列がすでに検証され、戦後関係や所属時期のわかる他の資料からも相対年代が検討に供される。このようにして一地域の相対変年が確立されれば、次に隣接地域の高校資料との時間的関係が問題になる。そこでは、ここまでの形式学的研究で原則として、 扱わなかった一括遺物の中に混入したた地域からの搬入品をむしろ積極的に取り上げる必要がある。異なった地域の変年を互いに結びつける方法に交差年代決定法がある。カメラや自動車などの変遷においても新しい形式は古い形式を基礎として生み出されることがほとんどであり、その前提に立てば携帯の比較によって 形式の戦後関係を判定することが可能である。ただし、形式学的研究法では、例えば壺と斧などのような一種間の年代関係を把握するのは困難であり、モンテリウス自身も提唱した一括遺物の検討や相違学的研究法による検証が不可欠である。また、形式学的研究法によって、時間の経過やその広がりが明白になったとしても、 その変化の要因を直接明らかにしたわけではない。形式変化をその背景において追求する多目的な研究視点とその整備が求められる。さらに、遺伝、変異、選択という普遍的ダーウィニズムをあらゆる現象の説明に適用することに対する批判も根強く存在している。考古学者からは無論、考古学者以外からも文化や社会の進化は ランダムな変異を主張するダーウィン的な発想よりも目的追求型の進化論を説いたジャンバティストラマルクの考え方に神話性を有するという見解や人工物における選択の基準はあくまで人間にあるのだから生物におけるような安定的なクラスを持たずそこでは必ずしも系統は定まらないと主張し人工物進化と生物進化を同列に考えることは 不可能であるとする見解がある。現在、形式学的研究法に対する厳しい批判がある一方、形式を極限にまで細分して、研究を推進する傾向も強い。形式学的研究法に対する批判には、当初それが仮説の提示作業として暗出されたことに対する無理解や誤解に基づくものも少なくないが、モンテリウスは同時代の幅を20年。 内し30年というスパンで考え、一地域を今日のヨーロッパの国を基礎として把握していた。この段階の研究法のままでは、文化や制御、社会や精神生活など複雑多岐にわたって設定されている、現在の考古学の研究目標を達成する上で、不十分な点が現れるのも無理はない。形式学は異物それ、自体から当時の文化的、 社会的特質を解明し得る研究法として、依然基本的で重要なものである。しかし、新たな研究目標に十分対応できるような、形式学的研究法を常に鍛えていかなくてはならないこともまた確かなのである。なお、形式学的研究法が論ぜられるとき、形式の他に、形式、様式、層、インダストリー、コンプレックスなど、 類似の諸概念が用いられることがあるが、これらは多少なりとも異なった意義を有し、また相互に関連し合っている。その一方では、これら諸概念の用法においては多少の混乱も見られる。従って、今後はその方法論的な整理と体系化が必要である。1960年代に入ると、統計学的手法と表系分類学の発達によって、 形式学の構築に数学的手法を含むが用いられるようになった。1990年代以降は分岐学から借用した系統学的手法も借用するようになっている。ありがとうございます。